どうも、こんばんは、ヤネムです。今回は東京グルリ・インボーク年末年始キャンペーンリ・インボーク VS フェイスキャラクター第2弾の、有馬希章をやっていきたいと思います。 VS 有馬希章ですね。イグザ・アリマなんですけども、初見ではないんですよ。まあ周回のねちょっと時間の関係で僕ちょっと先に回ってたんですけど、全員に回避無効をつけてないと、回避 100% の皮をかぶってるので、それをまず剥がすところからだと思います。ですね、フレンドナリマがそれをつけて、回避無効のねあのアタッチメントつけてたのでご利用しやったんですけど、今回フレンドにですね、サンタヒナミを連れてきてるので、多分皮をどんどん剥がしていく形になると思います。まずそうですね、待って、窓につけてないかも窓に回避無効つけてないかもしれないですね。多分大丈夫だと思うけど。でひなみのスキルは 25% 分の HP を回復だったと思います。ね、アマンを6ターン覚醒させたいんですよね。やべ、ひなみのモーションが可愛すぎる。窓さん、ひなみ。状態異常回復の 25%、味方の HP を回復だったと思うんですが。あとね、ガード率を 50% 上げるんだっけな。で、まあ全員につけてくればよかったんですけど、ガードすれば、ね、スキルゲージが溜まるやつを窓さんにつけてきてるんですよね。だけど窓さんにスキルブースト使って、バフがけとかをしないでいいようにしたかったんですよ。いつもスキブかけて6ターンにして窓さんにブーストかけてるんですけど、そこで一回使ってきますか。あ、回るんだ。くるくる回るんだ。ここどうしようかな。アモンにしようかな、せっかくだし。まあスキブかけてないけど、アモンの攻撃スキルの時にスキブかけますか。久しぶり見たな、この二刀クラスキル。で、マロさん殴って、強さん柔道スキル使えて回避無効を剥がせると。回避無効じゃないわ、 100% 回避を剥がす。まああのあれだよね、スキルをと、あの僕のアモンアタックの SSR を40個つけてるんで、オールアッパーやさらじゃないんですぐぶっ壊れますねこいつ。重蔵打って、重蔵、まあいいや。重蔵のさ、このスキル打った後のザンってやった後のね、くるくるくるがかっこいいんですよね。これこれくるくるくるってな、ジェイソンやるのが僕はスコですね。いいぞ、ちょっとスキューブ使って打ってみようか。まあ、半減だからね、言うて13万、渋すぎる。ここ柔道作業、出たな。タタタタタタタ、ズブズブ。これ何本食らうんやろ。24000。またひなみ使おうかな。じゃあくるくるくる、重蔵を出してアモンで殴って、窓さんのバフかけてえな。でもこれもう無理だな。アモンで殴って皮剥がれる。ここで打ってもいいか。次ね、アモンの2刀97万アモンの2刀クラが解除されちゃうのがちょっとあれですね。どうかな。やっぱね、俺の戦い方っていうのはね、火力でがっつり削るっていうね、誕生日投下とかこういうサンタヒナミを使ってねち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 、こっちが回復してガードしてかわしてっていう戦い方が好きなんですけどね。最近のイベントとかでも結構火力ないときついの多いじゃないですか。シャチみたいにがっつり回復されたり、ちま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 戦いたいんですよね、出血とかで。アモンが解除されちゃったんで、重蔵で削る、窓さん使う。いや、なんとかスキル打てねえかな。いや無理か、無理っぽいな、無理っぽいが、
シューズを下げてアモンで殴る。まあ次のターンだな。次のターンお前あれだぞ、俺になんかしてこなかったら死ぬぜアリマ。当たって当たって。マジこのアモンすぐぶっ壊れるんだけど。よしいいぞ、打って打って打って人出してアモン打ってやるな、やるな。さあこれで最後だ。くらえスターバーストストリーム。170万出るんだ。我々は正義だ。はい、ということで、VS フェスキャラクター、まあ、順番的には有馬重蔵金切ってやればよかったんですけど、僕逆にやりましたね。はい、ということでこんな感じでした。まあ、強さ的にはね、多分有馬はそこまで苦戦しないはず。まあ、どっちかっていうと重蔵を一旦目で皮剥がせなかった時に、あのスキル使って全体前衛全体のやつで1人3万か4万か5万ぐらいバーって食らわされて負けるっていうパターンが多いんじゃないでしょうか。まあ金木と有馬はそこまで苦戦しないんじゃないかと思います。はい、ということでお疲れ様でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。